おはようございます。おはようございます。と、2021年最後の動画を、撮ろうと思って2人で今撮ってます。と、今年は前染めのスニッティングが本格始動して、まちゃんもニットの仕事たくさんいただいたり、パターンリリースしたり、いろんなことがありました、うん、また来年からもいろんな作品やパターンとか、あとニットのプロダクトを出していきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今年も1年ありがとうございました。今私はペンギンウィングカーディガンのチセを編んでるところです。今99段目で次100段いくところです。私も、うん、私の方は私も今テストニットしてるんですけど、ペンギンウィングのこのかぎ針バージョンを編んでいて50段目くらいかな。ほらこういう風に、おー、袖になってる、うん、これはねシンプルなバイカラーの、オリーブオイルのオリーブグリーンと、なんかグレージュを左と右で合わせるタイプです。サンプルはね、もともとのサンプルはね、こんな綺麗ないろんな糸ね使って色だったんですけど、あのこれと全く同じものはみんなね多分持ってる手持ちの糸とかが違うので、なんかもうちょっとシンプルな色で編んだバージョンも作ってます。でこれが終わったら私も自分のテストでもう一枚かぎ針じゃなくて、あの棒針版のチセっていう名前のねカーディガンもう一枚編もうと思ってます。でこれからもあのちょっとまた新しい秘密のプロジェクトもあの始まってきてるし、うんうん、ずっと秘密のね秘密で進めてたプロジェクトも来年頭にはリリースいろいろね告知というかできると思うので、うん、こうご期待。ちょっといろんなことがねあの裏で動いてたことがまた来年、うん、あの明るみに出るというかあの お伝えできると思うので、そちらも楽しみにしていてください、うん、そう作りたいものがたくさんあるので、うん、頑張って時間を作って、うん、ね、うん、あの糸紡ぎもやりたいし、うん、デザインもしたいし、うん、できればねなんか展示会みたいなのができるように、ね、うん、展示会やってやっぱり直に見てもらいたいっていうのはすごくあるので、まあコロナのね、うん、状況にもよるかなとは思うけど、うん、来年はそういうこともできたらいいなと思ってます、うん、はい、じゃあまた、うん、年が明けたらまたお会いしましょう。じゃあ2021年ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん良いお年を。良いお年を。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。